あの時はごめんなさい。これ誰ですか？新名。はい、これ平尾です。あのこれは10枚目シングルの特典映像の個人 PV で、私があの鬼越トマホークさんと毒舌のあだ名をつけるっていう企画をしたんですけれど、急な話だね。ちょっと勝手に裏でつけてしまっていたので、この場を借りて謝りたいなというニュースです。なるほど。ちなみにどなたにどんなあだ名をつけたんですか？ですね、この方です。はい。ニブちゃん。ニブだ。はい。これは何とつけたんですか？春日さん何だと思いますか？ニブさんに毒舌のあだ名を。毒舌のあだ名？驚いた時のリアクションが、気持ち悪い。近い。あの正解は、とっとこニブ太郎っていうのをつけまして。いや当たるかよこんなの。いやこれひどいね。とっとこニブ太郎当たらん。先生謝んないです。春日謝ります。ニブちゃんに今いないから謝っておる。ニブちゃん、ひどいこと言って、ごめんね。許してくれると思うよ、ニブ君。全然いいですよ。本当にひどい。じゃあ続いてこの方につけます。あれこれ春日？これ春日さん2008年ぐらいの春日。俺もつけた。はい、何だと思いますか春日さん？毒舌だからな。肝だ肝じゃない？肝だ肝。これは切れ味ありますね。違くって、XL の操られ人形。どういうこと貴様？大きめの操られ人形。貴様褒め言葉だよ。どこが褒め言葉だよ。はい、本当にこの場を借りて春日さんにも謝罪をしたいなと思いました。ね、許してくれるかどうかよ。はい、本当にすみませんでした。許さん。しょうもないやり取り。そっちもだぞ。春日だけじゃない、そっちもだよ。許さん。じゃないわ。ぬるいね。よくないね。深夜ぬるぬる番組。たまに見てんだよ先輩が。あれ若林、あれどんな感じなのって聞かれんだよ。あいつら頭おかしいんですって答えてんだから。楽しそうにやってんなって言われちゃうよ。でも俺もつけてもらいたいな、せっかくだから。春日さん依存症。これは初めて見るかもしれない。やっぱ謝んないと。はい、若林さん本当に申し訳ありませんでした。許さん。もうやめてくれよ。つまんねえ番組だな。